こんにちは、コウスケです。YouTube 更新頻度低くて、すいません。決して YouTube 引退したわけではないので、引き続きよろしくお願いします。今回、簡単にこの更新頻度が低い理由をお話しできればと思うんですけど、結論だけ先に伝えると、新しいチャンネルの立ち上げ準備で、こちらの更新頻度が低くなっておりました。じゃあその新しいチャンネル、何のチャンネルかっていうと、今僕メインで SNS 運用代行のお仕事させていただいてるんですけど、その SNS 運用代行に関しての、スキルの獲得方法とか、案件の獲得方法とかについて、こう専門的に学べるチャンネルを今作っておりました。で、ちょうど今日そのチャンネルの動画1本目が上がっているので、SNS 運用代行興味がある人はぜひ概要欄から動画見てみてください。で、なんでその新チャンネル立ち上げたのかっていう話なんですけど、改めて僕自身この発信している理由としては、こう働き方を変えたいとか、ね、こう時間とか場所とかに縛られずに自由な働き方を実現したいっていう方向けに、スキルを身につけて仕事を獲得して自分の理想の働き方を実現しましょうっていうのを発信しているんですけど、その中でも特に僕が今一番こう価値提供というか実体験を持ってお話しできるその SNS 運用代行っていうスキルについてちゃんと専門的に改めてこう情報をまとめて発信したいなと思ったので新しいチャンネル作りました。で、じゃあそしたらなんでこうチャンネル分けたのっていう話になると思うんですけど、簡潔に言うとブランディングとかテーマとかがちょっと変わってくるかなって思ったところです。で、この東北フリーランスチャンネルは発信してからずっとフリーランスのリアルっていうのをテーマにやってたんですよね。僕自身独立1ヶ月目の月収を公開したり、あとはこういろんな方を呼んで、フリーランスのお話聞いたり、このフリーランスっていう働き方のこうありのままを見せるっていうのをテーマとしてやっていましたし、なんか僕だけの発信じゃなくていろんな人のいろんな働き方をそのままお届けするっていうのをテーマにやってたんですよね。で、今回そのSNS 運用代行っていうある程度こう専門的なジャンルになってくるので、であれば東北フリーランスチャンネルの中で発信していくよりはむしろもうそれ専用の専門のチャンネルっていうのを新しく作った方が、僕としてはやりやすいなと思ったのでそっちに分けてますし、あと見てもらえれば分かるんですけど、もう編集とかもめちゃくちゃ違う感じで、こっち結構ねこうゆるっとリアルっていうところだったんでありのまま喋ってる感じなんですけど、もう向こうのチャンネルもバチバチに編集してるんで、変な話ですけど編集にめちゃくちゃお金使いました。ぜひ気になる方見てみてください。なのでざっくりこうフリーランスっていう働き方を参考にしたいなっていう方はぜひ東方フリーランスチャンネル見てもらって、ではなくもう具体的に働き方を変えたい、新しいスキルを身につけたい、もう早く自分の働き方を変えて自分の理想の働き方を実現したいっていう方はぜひ新しいチャンネル見ていただければ、最初に上がってる動画がその SNS 運用代行っていう案件をゼロから最初の1件最短1週間で獲得する方法っていう動画になっているので、もうそちら見ていただければ案件の獲得するまでの流れとかめちゃくちゃイメージできると思いますので、そっちも興味ある方はぜひ見てみてください。で、あとこっちの東北フリーランスチャンネルも全然引き続き動画は上げていきます。今ずっとやってる月収30万円フリーランスチャレンジはやりますし、あと何人かねご取材で動画を残っているのでそちらも随時上げていくので、引き続きよろしくお願いします。あと年明けたらね、またちょっとこっちのチャンネルでフリーランスっぽい企画とかしようかなと考えてたので、こちらも全然更新頻度が下がってしまっているだけで投稿はしていくので引き続きよろしくお願いします。という今回は簡単なご報告でした。ぜひ新しいチャンネルめちゃくちゃ力入れてますので、であとね見る人が見たらわかると思います。あ、コウスケあの人の講座に入ったんだ、あの人の編集を真似してるんだっていうのを見ればわかると思うので、ぜひ気になる方見てみてください。というわけでここまで見てください。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。